こんにちは。アメリカ在住翻訳者ランサム花です。英語の先生と日本語の先生もしています。今回は未経験からフリーランス翻訳者になりたい人が絶対にやってはいけないこと3つについてお話ししたいと思います。この動画を最後までご覧いただくと、未経験の状態から最初の仕事を獲得するためのマインドセットというのがわかると思いますので、よろしければ最後までご覧ください。このチャンネルでは翻訳通訳関連のお仕事、海外生活、フリーランスなどについて発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。さて、今回は未経験からフリーランス翻訳者になりたい人が絶対にやってはいけないこと3つについてお話しします。フリーランスの翻訳者になるためには仕事を獲得しなければいけないわけですけれども、未経験の状態からそのゼロの状態を1にするというのが非常に難しいと言われています。その具体的な行動をどういうふうに取るかっていうのはですね、以前に未経験から翻訳者になりたい人ができること5つという動画で何度もお話ししてるんですけれども、今回はですね、そのマインドセットバージョンということで、どういう姿勢で仕事獲得に臨めばいいのかということについてお話ししたいと思います。未経験の状態から仕事を獲得できるようになるために持っていなければいけないマインドセットは3つあります。1つ目は卑下しない、2つ目は学習者でいようとし続けない、そして3つ目は簡単にできないと言わないです。この3つについて深掘りしていきたいと思います。まず1つ目、卑下しない。これはですね、なかなか難しいと思います。私も実際去年から通訳の仕事というのを初めて取るようになりまして、で通訳の勉強をしながら今もお客さんを開拓しているという状況なので、駆け出しの方の気持ちがすごくよくわかります。でそして今翻訳塾というのを2021年から教え始めていて、全く経験がないというところから翻訳者になろうとしている人たちがどういうところでつまずいて、どういうところで大変な思いをしているかというのを自分の塾でですね、目の当たりにして見てきました。なのですごく気持ち的にも分かるんですね。そしてこう履歴書とかを書いてもらったりとかすると、自分が経験がないということがやはりちょっとこう引け目に感じるというか、自分はできないんだっていうのをついそれを履歴書に書いたりとか、ついお客さんとのコミュニケーションの中で自分は全然できないんですとか、自分は経験がないんですと言ったことを全面的に押し出して言ってしまう方がいらっしゃいます。でそれは私は良くないと思っています。なぜかというと、翻訳業というのはお医者さんとか弁護士さんのような国家資格が必要な仕事と違って、学習者であるところから徐々に進化をしつつプロになっていく仕事です。ですので学習者である状態というのとプロである状態というのの境界線というのが、国家試験があるような職業と比べてはっきりしていないという部分があるんですね。それが原因であまりプロの仕事がうまく評価されないとか、正しく評価されないという、そういう側面もあるので、それはいい部分と悪い部分っていうのがあるんですけれども、学習者からプロの翻訳者になろうと思う場合はですね、まずはお客さんに安心してもらうということを考えないといけません。仮にお医者さんの仕事であった場合、自分が患者さんとして病院に行くじゃないですか。病院に行ってお医者さんに何か治してほしいと思った時に、そのお医者さんがね、ベストを尽くしましょう、やってみましょう、大丈夫ですよって言ってくれた方がすごく安心すると思うんですけど、たまたま新米のお医者さんに当たってね、その新米のお医者さんが、僕はちょっと経験ないんで自信ないんですけどって、もし言われたら患者としてはすごく嫌じゃないですか。そんなお医者さんに自分の体を任せていいんだろうかって思っちゃうと思います。で翻訳もそれと同じで、プロにお任せする以上はお客さんが得たいと思っているのは安心感ですから、その安心感を心配で曇らせてしまうようなことがあってはならないんですね。なので仮に自分の心の中は不安でいっぱいだったとしても、それをお客さんに見せない、お客さんに見せないというのは嘘をつくということではないんですよ。卑下するということと謙虚な姿勢でいるということは全然別です。謙虚な姿勢で、自分にどこまでできるかどうか分かりませんけれども、精一杯ベストは尽くしますのでよろしくお願いいたしますっていう姿勢だったらまだいいんですけれども、そうではなく、自分はできませんけどとかって言い切ってしまったりとか、自分は経験ないんでとかって、それをこう言い訳のように言ってしまうというのは、お客さんに不安を与えてしまうので良くないです。ですので、卑下せずに謙虚な姿勢を貫きたいのであればですね、ベストを尽くさせていただきます程度で抑えておくのが賢明だと思います。それがまず1点目です。
それから2点目。2点目はですね、学習者でいようとし続ける。これは先ほど言った話とちょっと被るんですけど、翻訳者の人っていうのはまずはどうやって翻訳者になったらいいかわからないから、学校とかに行き始める方が多いんですね。それで自分は学習者ですっていうことはすぐに言えるようになります。それで自分は学校に通ってるから翻訳勉強中ですとか翻訳学習者ですとかって言うんですけど、でも先ほども言ったように翻訳の仕事というのは仕事が舞い込み始めてそれでプロになっていくという、国家試験に合格したから今日から晴れてプロになりましたとかそういうようなものではない部分があります。ですので学習者と名乗っている段階の時から仕事の打診が来たりとかっていうこともあるわけなんですね。そんな時に自分は学習者だからまだ自分はそんなに仕事を受けられるような状況ではないって勝手に判断して、せっかく来たチャンスをものにしようとせずすぐに断ってしまう。で、それはすごくもったいないというふうに私は思っています。なぜかというとチャンスというのはいつ来るかというのは自分で選べません。私はよく翻訳の仕事を獲得することを例えばですけれども、婚活みたいなのに例えて言っています。婚活でこうお相手を見つけたいなと思って活動を始めたりとかすると思うんですけど、仮にね自分がこう何キロまでダイエットして痩せたら相手を見つけようみたいに思ってたとするじゃないですか。だけどその体重に自分がまだ到達しない、自分はまだデブだと思ってる時に、まだ自分は心の準備ができてない、体の準備もできてないって思ってる時に声がかかったらどうしますか。でそんな時にこうせっかくチャンスが来たのに自分はまだ自分の中では許せない体重だから断ってしまうとかっていう風にしたらすごくもったいないと思います。チャンスというのは自分でコントロールできるものではないので、チャンスが来たらチャンスにこう身を任せてみるような、そういう柔軟性も必要になってきます。で、それと同時に翻訳者というのはプロになっても一生学習者です。で、それはいつも私も翻訳塾とか他の動画でも言ってるんですけれども、翻訳者というのは一生学習者です。なのでこっからここまでが学習者で決めてしまうと、プロになったら勉強しなくていいっていうような意味合いにもなってしまうので、それも間違いなんですね。プロになってもプロになったらなおさらのこと勉強を続けていかなければいけないのが翻訳者です。ですので自分の中で勝手にそういう線引きをしてしまわずにですね、プロになったらプロになったでずっと勉強が必要だし、学習者であるという段階からもう自分を翻訳者と名乗ってずっと進化を続けていく翻訳者でありたいというふうに思いましょう。そうすれば学習者とプロみたいな明確な線引きがなくなって、ずっと同じ姿勢で勉強を続けていくことができるようになるので、プロになってからも心構えとして持っていると役に立つ姿勢だと思います。で、それが2点目ですね。で、それから3点目。3点目はですね、簡単にできないと言わないです。これは先ほども申し上げた通り、プロの仕事というのはお客さんに安心感を与えることが必要です。ですのであまり簡単にできないできないと言ってしまうと、お客さんに不安を与えるだけでなく自分の信頼も落としてしまいます。それは能力的な問題だけではなく、すぐにスケジュールが合わないから断ってしまうというようなのも含まれます。フリーランス翻訳者になりたいと思っている方の多くの方がよく勘違いしてらっしゃるのに、翻訳の学校に真面目に通って翻訳さえ上手にできれば自分はプロとして成功できるんだと思っている方が多くいらっしゃいます。確かにその側面もあるし、上手な翻訳ができなければ翻訳者にはなれないのはそれは正しいんですけれども、フリーランス翻訳者で開業するというのはお店を出すのと同じです。お店を出すのと同じということは、その翻訳の技能だけではなくて、お客さんとのやり取りであったりとか、サービス業であるという側面がすごく大きいと思っています。で、サービス業であるという側面がすごく大きいのでですね、例えば自分がお店を出したと思ってください。お店を出していつでもお客さんが来れる状態にしておかないと、特に開業して間もない頃はですね、店主さんがしょっちゅう自分の都合で店を開けたり閉めたりしてたら、せっかくお客さんが来たと思っても、そのお店が閉まっていたら帰ってしまうと思います。そしてリピートのお客さんになってもらいたいと思って、お客さんに自分のことを覚えておいてほしい、思い出してほしいって思ったら、ある程度お客さんの都合といったものを考えなければいけません。で、先ほども婚活のサービスの例を出したんですけど、私ちょっと婚活サービスしたことないので実際のことはよくわからないで言ってる部分があるんですけれども、仮にお店を出していても自分の都合でね、今日はこの日はできませんとかっていうのがあまりに多いと、ちょうどなんか彼氏大募集中ですって皆さんに言って彼氏が来るのを待ってたとするじゃないですか。そしたら自分に興味を持ってくれる人が現れたと。
現れてにもかかわらず今は都合悪いから会えませんとかって言ったら彼氏にとっても失礼だし、ちゃんとお相手を見つけられるという可能性がすごく減ってしまうのではないかと思います。ですのでフリーランス翻訳者として活躍したいと思ったらですね、翻訳の技量がしっかりしていることはもちろん大切なんですけれども、サービス業という側面を忘れないようにしないといけません。ですので自分の都合でしょっちゅう断っていたりとかせずに、特にリピートのお客さんがつくようになるまではですね、ある程度自分の都合を犠牲にしてもお客さんに喜ばれるサービスをお届けすることに専念しなければいけない時期というのがあります。それがわからないでただ翻訳の勉強さえすれば翻訳者として成功できるのかと思っている方がいらっしゃるので、そこはちょっと特にフリーランスとして独立してお客さんにリピート受注をかけていただけるようになるために必要な心構えですので、それを忘れないでいただきたいと思います。今回は未経験からフリーランス翻訳者になるために絶対にしてはいけないことについて3つお話ししました。翻訳の技能なんかっていうのは学校に行ったりとかすればある程度勉強して身につけることはできます。また具体的にどのように行動すればいいかっていうことも今まで私の過去の動画などでお話ししたりしているので、そちらを参考にしていただけたらと思うんですけれども、それに伴う心構えといったものを今までお話ししたことがなかったので今回お話ししてみました。翻訳者になりたいと思っていらっしゃる方、またフリーランスの翻訳者になりたいと思っていらっしゃる方の少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録、メルマガ登録もよろしくお願いします。 Thank you for watching. I'll see you in the next video.